地域の皆様に、プレジを彼女のお呼びかけをさせていただいています。この伝統法案は、今、たくさんの憲法学者、そして多くの国民の国会で、日本以外の法案は通さないでほしい。このたくさんの声を無視して、安倍政権、安倍首相が、今月中にも強行採決を狙っているとでもありません。この法案をストップさせる力は私たち国民被験者一人一人の中にあります。今首相が政治が暴走しようとしているとそれを止めることができるのは私たち国民の一人一人の力です。国民世論をさらに広げて今国会法案と8割近くに及ぶ政府の説明は不十分という声、そして法案は通すのをやめてほしいという6割に上る声を7割8割もっと広げて本当に止める戦争法案トップのために力を合わせてまいりましょう。今日は戦争法案止めよう戦争法案北区区民集会大津駅の三角公園で今集会を終え、地域の皆さんにもお呼びかけで今パレードで歩かせていただいています。それでは皆さんにコールで呼びかけをさせていただきます。どうぞお近くの皆さん、沿道の皆さんもご一緒に歩いてください。声を上げてください。よろしくお願いいたします。それではコール始めます。戦争反対、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 憲法を守ろう、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 平和を守ろう、平和を守ろう、平和を守ろう、子供を守ろう、子供を守ろう、子供を守ろう、若者を守ろう、若者を守ろう、若者を守ろう、命を守ろう、命を守ろう、戦争反対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 、戦争法案絶対廃案、戦争法案絶対廃案、ありがとうございます。戦争法案絶対廃案、戦争法案絶対廃案、戦争法案絶対廃案、強行採決許さない、強行採決許さない、憲法9条絶対守ろう、憲法守ろう、憲法守ろう、戦争反対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 、憲法守ろう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 、9条壊すな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 、9条
全国展覧北区の区民集会に集まった区民市民です。王子駅の三角公園で国会で審議中の憲法違反の憲法法が今国会何としても廃案をと、たくさんの市民の皆さん、区民の皆さん一緒に力を合わせて、この地域から北区からも大きく世論を広げていこうと今集会を終えたところです。そして地域の皆さん、お一人お一人にもお呼びかけをさせていただいています。憲法違反の実装法はストップをさせる、止める力は私たち主権者一人一人の国民の中にあります。一人一人が声を上げ、意思を示す、行動を起こして、この地域から、そして国会でも何年までもたくさん皆さん足を運んで、私たち主権者国民の戦争法案反対の意思を示していこうではありませんか。そして安倍首相に見せつけてやろうではございませんか。戦争法案必ず止めると、今若い人たちが全国各地で声を上げ、行動を広げています。若い人たちだけでなく、たくさんの幅広い世代を超えて、そして全国から今大きく戦争法案反対の世論が広がっています。もっともっとその世論を広げて、今国会で戦争法案を必ず止めるために、皆さんご一緒に力を合わせていきましょう。この戦争法案ストップをさせる力は私たち自転車一人一人の中にあります。その一人一人の
さん、こちら宣伝館の方までお集まりください。皆さん、集会参加お苦労様です。上着の用意ね、あの昨日のところにかけて忘れた方いらっしゃいますので、どなたかいらっしゃいましたらお声掛けください。はい、東京都警の皆さんお集まりください。お願いいたします。はい、皆さんお疲れ様です。行きたいの。藤田さん。